どうもじゃあみやです。今日はですね、ちょっとぷよぷよでテトリスを遊んでいこうかなと思います。何矛盾してんだと思ったそこのあなた。まずはこちらをご覧くださいというわけでね。ウルトラを遊んでいこうかと思います。こんな感じで、はい。実はぷよぷよのスキンでテトリスを遊ぶことができると。ただ、これ見づらいんですよね、本当にね。ちょっとこの条件でどこまで点がいけるかなと。ちょっとやってみようかと思うわけなんですが。ちょっとさすがに見づらいっすよね。もうなんか、4つ消えてんのに消えてないところとかあるし、ね、違和感しかない。さあ、平積みでテトリス打ってって、普通に平積みだが、ちょっとわかりづらいね。これミス多発しそうっすね、本当に。冷静に慎重にやっているが、Tスインダブル、こうして、こうして、こうして、なんかもうなんかすでに、ワンチャン神連鎖とかできてそうだよね。なんか、ここまで来ると。4つ揃って消えてないのとかあるし、なんか、知らない間に神連鎖ができてそう。こうして、こうしてテトリス。いや、やりづれ、マジでやりづれ。やりづらいにも程ありちゃんって感じですね。こうして3ライン消し。これ実は初見プレイなんで。ちょっと初見では辛いかもしれないが、TSD。こうか。これか。ジェイミのエルミの、これ T スピンダブル作って、間違えた。T ミの暴発。いやー、やりづれ。先読みになってる。なんとか先読みになってるが、あと残り1分半。なるほどね。こうして TSD。できるだけ得点は稼ぎたいのでね。頑張っていきたいところだが、ちょっと、やりづらいっすね、これは。一回削って、これ T スピンミニ。今のね、その空手でも一応得点にはなるので、術を言うと。ああいうね、空っぽでも得点になると。さあ、インペリ。インペリで、こうして、STSD の先読みで、T スピン、んじゃねえ、STSD じゃない、間違えた。もうわからねえ。もうわからねえわ。こうして、一回削ってって、どうしようかな。ハンバーグやってっか、ハンバーグ。ハンバーグをやっていこう。ハンバーグ。いや、そっか、でもしかし、このハンバーグの、このハンバーグまでの美しさを消していくのか。ハンバーグの美しさが、せっかくの美しさがない。今3回連続で打ってるはずなんだけど、この全部ぷよぷよに消されていくというね、悲しみ。俺のこの悲しみをどうしてくれるんだ。こうして、こうして。いやー、なんかどっかに、何かしら見たら本当にこれ、神がかり的な連鎖できてそうだよな、マジで。やべ、ミスった。ミスっていくのをしっかりテスピンにリカバリするが、ティミノはどこだ？ティミノこれか。やばいやばい、時間ない。テトリスもう打ちまくれ。テトリス。おらら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 、テトリス。テトリス。よし、間に合った。オッケー。スコア4万9000か。ハイスコアこれ、5万8000ってなってるけど、基本的に、ウルトラはどんぐらいいくかな？真面目にプレイすれば、だいたい8万は越すと思うんで。今4万9000点でしたね。ね、ちょっとこういう遊び方も実はあるわけと。ぷよぷよでテトリスやるっていう、新しい遊び方だよね。単純にテトリスの遊び方じゃなくて、このテトリスのこのスキン、じゃない、ぷよぷよのスキンで、連鎖を繋ぐっていう、新しい遊び方の方法もあるし、こうね、見づらい中で頑張ることによって、色で判断している人とかはかなり苦戦するんじゃないかなと思います。形で判断している人はできるかもしれないけど、大体そのテトリスって色で判断している人が多いと思うんで、こういうね、新しい遊び方もあるわけだね。皆さんぜひ興味があったら、こういう遊び方をやってみてください。はい、じゃあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。